ジョン・スノーの記念物とパブロンドン、グロード・ウィック・ストリート。メモリアルポンプは2016年3月に新築のために取り除かれた。パブに添付された標識には次のようにある赤色花崗岩の縁石の標識が1854年のドクター・ジョン・スノーのコレラは水で運ばれるという発見に関連する歴史的グロード・ストリートポンプの現場である。 ブロードストリートのコレラの大発生は1854年にイギリスロンドンの中心部シティオブ・ワイストミンスターの双方地区のブロードストリート近くで発生したコレラの大発生である616人の死者を出した当時この大流行は小気と呼ばれる空気中の粒子が原因とされていたがジョン・スノーは最近に汚染された水が原因であるとしたスノーの発見は 公衆衛生と19世紀半ばから始まった衛生施設の建設に影響を与えた。また、感染病層という用語が感染症の伝染に好条件の地点を表すために使用されるようになった。また、スノーはこの調査の際、それと知らぬままに二重盲検実験を行った。これら王の宮廷、パンチのイラストレーション19世紀半ばの双方地区には近代的な ロンドンの下水道システムが達しておらず、住民の大量の流入と適切な衛生サービスの欠如により、汚物に関する深刻な問題を抱えていた。牛舎、土殺場、及び油脂を煮沸する穴が通り沿いに並び、動物の糞、腐敗した液体、およびその他の汚染物質が原始的な双方の下水道システムに流れ込んでいた。また、多くの地下室には床板の下に、 お水だめがあったが、この汚な水だめが溢れていたため、ロンドン政府は汚水をテムズ川に投棄することに決め、飲料水を汚染することとなった。この頃のロンドンでは、すでにこれらの流行に苦しんでおり、1832年と1849年の大発生では、合わせて14,137名の死者が出た。1854年のブロードストリートの これら大発生に先立って医師や科学者らは人体におけるこれらの原因に関して小規説と細菌説という競合する二つの学説を唱えていた。また、ロンドン医学会では市内での持続的なこれらの大発生の原因をめぐって論争が行われていた。これらを引き起こす細菌であるコレラ菌ビブリオコロレイは1854年に分離されていたものの その発見は有名にならず数十年後まで受け入れられなかった。正気論者はこれらは空気中の粒子または正気によって引き起こされ、これらは腐敗物やその他の汚れた有機源から生じると考えていた。正気粒子は空気中を移動し個人に感染することによりこれらを引き起こすと考えられた。 1851年のロンドン国勢調査のコミッショナーでゼネラルレジスターズオフィスのメンバーであるウィリアム・ファーは正気はレムズ川周辺の土壌から発生し正気粒子を含む腐敗しつつある有機物質を含んでいると考えた正気論者らは微生物学の純粋な科学的アプローチよりも清掃を信じていたなおファーは後にスノーの出版後に スノーの細菌説に同意した。細菌説では、これらの主な原因はまだ同定されていない細菌で、ある、と考えた。スノーは、この道の細菌は水を摂取している個人によって、人から人に伝播する、という理論を立てた。病理学者で、ロンドンの修医療管理であるジョン・サイモンは、スノーの細菌理論に、変わっているとレッテルを貼った。ジョン・サイモンの抜粋。 この理論は以下のようなものである。すなわち、これらは病的物質によって繁殖し、病的物質はある患者からその排泄物に移り、食品あるいは水の汚染物として偶発的に別の人に飲み込まれる。この病気の飲み込まれた細菌の増加が意と腸の内部で起こり、最初は極部の異常としてこれらの本質的な作用を引き起こす。 そして、それ自身の種を再生するという性質を持つこれらの病的物質は必然的にある種の構造、おそらくは細胞のそれを持っていなければならないというものである。サイモンはスノーの理論を理解していたが、これらの原因との関係を疑った。ジョン・スノーによる元の地図。1854年にロンドンの大流行のこれらの症例のクラスターを示す。 汚染されたポンプは、ブロードストリートとケンブリッジストリートとの交差点に、あり、リトルウィンドミルストリートに流している。ブロードストリートでのこれらの大発生は、大流行の原因というよりも、むしろ結果であった。スノーは、人口に基づいて、結論を出すことを躊躇していると述べたように、彼の結論は、主に、ブロードストリートの大発生に基づいていなかった。それは主に近所から逃げて、 拡大していた。彼は研究の結果をさっさと書き上げることを恐れた。ちまたにルフされている小季節では、これらや国死病のような病気は汚染、または有害な空気によって引き起こされているという説であったが、スノーはこの小季節に懐疑的であった。しかし、最近説はこの時点では確立されていなかった。スノーは 病気が伝染するメカニズムは理解していなかったが、それでもこれらは汚れた空気により発生しているのではないと証拠によって信じるようになった。スノーは住民間の病気のパターンに基づいて、これらは汚染された水の中の作用因子によって拡散されていると仮定した。1849年に初めて彼はオンザ・モード・オブ・コミュニケーション・オブ・コレラという題の 論文で理論を発表した。1855年には第2版を発行したが、そこには1854年の総方地区でのこれら大発生における給水の影響に関して、より詳細な調査結果を含んでいた。1849年から1854年のこれらの大流行では、当時ロンドンの複数の水道会社によって供給されていた水も要因となっていた。 このこれらの大流行の大きな原因となったのが、サウスワークボクソール社とランベスウォーターン社が供給した水であった。両社は共に、テムズ川から引き込んだ水を顧客に供給していた。当時のテムズ川は、目に見えるゴミや目に見えないバクテリアなどで高度に汚染されていた。ハッサール博士が、ろ過水を検査したところ、ゴミのほか、動物の毛までもが含まれていることが判明した。 彼は次のように述べている、ロンドンのサリーサイドの水道企業、すなわちサウスワーク、ボクソール、ランベスの水は、テムズ川から供給を受けるものの中で飛び抜けて、悪いことが観察される。ニューリバー社やチェルシー社のような他の会社は、より良いろ過水を供給していることが観察された。そして、彼らが供給した地域では、ほとんどこれらによる死者は出なかったのである。スノーは、 これら複数の会社は大流行の拡大の攻めを負わないと結論した。これらの2社はテムズ川よりもきれいな水源から水を得ただけではなく明らかな汚染物質がなくなるまで水をろ過していた。前述のようにスノーは公衆衛生への影響で知られているが公衆衛生はこれらの大流行に関する彼の初研究の後に生まれた。各地域で 誰が汚染された水を受け取っているのかを把握しようとした際に、今日では二重盲検法として知られている手法を図らずも手に入れた。彼は論文の中で状況の諸条件を説明している。多くの場合、一軒の家には両隣の家とは違う水が供給されている。各社は金持ちにも貧乏人にも、大きな家にも小さな家にも供給している。様々な会社から、 水の供給を受ける人の状態や職業に違いはない。二つの水道会社から供給を受けている家々や人々にも、またこれらを取り巻く物理的条件のいずれにも何の違いもないので、これ以上にこれらの感染蔓延に対する給水の影響を詳しく検証する実験はありえないことが明らかで、状況は観察者の前にそのまま提示されている。 この実験はまた規模も最大級のものであった。性別、年齢、職業、地位、身分を問わず、紳士から非常な貧困層まで30万人以上が無作為に、またほとんどの場合無自覚に、2つのグループに分けられていた。一方のグループには、ロンドンの下水を含む水、しかも、これら患者由来の物質が含まれている。 可能性のある水が供給されており、他方のグループにはそのような不純物を全く含まない水が供給されていた。スノーはさらに各サンプルに対して行われた検査を通して各家庭の水を研究した。このようにしてその家庭がどの水道会社から水の供給を受けているかを推測することができた。彼はこれらの拡散が急速に進むのを可能にしたのは実は それらが会社を代表する不条な水であったと結論した。彼はさらに、ロンドンの複数の刑務所の観察を通して、自分の理論を立証し、より綺麗な水源に切り替えた後、わずか数日で、これらの場所で、これらの新規発症者が発生しなくなったことが分かった。1854年8月31日、市内の他の場所で、これらが発生した後、双方で、 これらの大発生が起こった。その後3日間でブロードストリート周辺で127名が死亡し、翌週までに住民の4分の3がその地域から避難した。9月10日までに500名が死亡し、市内の一部地域では死亡率が12.8%となった。大発生の終わりまでに616名が死亡した。イシスノーは後にこの王国で起こった。 最も恐ろしいこれらの大発生と呼んだ。これら患者の多くはミドルセックス病院に運ばれた。そこでは彼らの看護はフローレンス・ナイチンゲールによって監督された。彼女は9月上旬に短期間ながらこれらの大発生に伴って運び込まれた患者の看護の手助けをするためにこの病院に加わったのである。エリザベス・ギャスケルからの手紙によるとナイチンゲールは 金曜日の午後から日曜日の午後まで昼も夜も常に運び込まれる貧しい人々の看護を引き受け彼ら彼女らの服を脱がしテレビン油のオンシップを当てるなどできる限り多くの患者に対して処置を行ったスノーはヘンリーホワイトヘッド司祭の助けを借りて地元住民らへの聞き込み調査によってこれらの発生源が ケンブリッジストリートのブロードストリートの公共の水ポンプであると特定した。このブロードストリートのポンプから採取された水の資料に対するスノーの科学的検査及び顕微鏡検査ではその危険性を決定的には証明しなかったものの彼が双方地区の住民の病気都市のパターンについて申し立てた事実はウェストミンスターセントジェームズ教区当局を説得する。 ことには成功し、当局はハンドルを取り外すことで、井戸ポンプを使用不能にした。この措置は、大発生を終わらせたものとして一般に報告されているが、実際には、大流行は、ポンプの停止以前からすでに急速に減少していた可能性があり、このことはスノーによって説明されている。私が前に言ったように、大発生のすぐ後に始まった住民の逃亡によって死亡率が、 大幅に減少したことは疑いない。しかし、水の使用が止まる前に発病がそれまでのところ減少していたので、井戸が活動状態のこれら毒をまだ含んでいるかどうか、あるいは何らかの理由で水にそれがないかどうかを判断することは不可能である。スノーは後に天分布地図を使用して、これらの症例がこのポンプの周囲でどのように発生したかを説明した。 これらの発生率と地理的要因を結びつけるスノーの努力は後にボロノイズとして知られるものを作成していた。彼は個々のポンプの位置をマッピングし各ポンプに最も近いマップ上のすべての点を表せるを生成した。スノーの地図のうち最も近い水源がブロードストリートのポンプがあった地域を表すセクションではこれらの発生率が最も高かった。 彼はまた統計を使用して、ロンドンの様々な給水者の顧客の死者数を比較し、水源の質とこれらの症例数との関係を説明した。ブロードストリートのポンプに関するこれら患者発生数の減少に関して、スノーは次のように述べた死者数は、ブロードストリートのポンプより他のポンプに送る方が明らかに近い地点で大幅に減少するか。 あるいは完全になくなることが観察される。また死者が最も多いのは水が容易に得られるポンプの近くであることもまた気づかれるであろう。ところでこれら患者の発生場所には一箇所の重大な意味を持つ得意点があった。それはブロードストリートの近くの醸造所で働く労働者は誰もこれらにかからなかったことである。調べてみるとこの労働者たちは 毎日の報酬としてビールを与えられたため近くの井戸から水を引用していなかったのであった。ビールの醸造工程ではアルコール発酵を行う前の爆汁は煮沸されてそこに適量のホップが追加される。この煮沸が行われた結果彼らがビールを醸造するのに使用していた水の中にいたコレラ菌は死滅したために飲んでも安全になっていた。スノーは ウォーターマークス会社がテムズ川の下水で汚染された区域から水を取り、それを家庭に届けたことで、顧客の間でこれらの発生の増加が起きたという結論を出した。スノーの研究は公衆衛生及び健康地理学の歴史の一部である。スノーは疫学の学問分野が確立する前の出来事とみなされている。 スノー自身の言葉を借りれば、現場に行ってみると、ほとんどの死者がブロードストリートのポンプから近距離内で発生していたことが分かった。他のポンプの方が近いところにある住宅における死者は、わずか10名であった。これらの事例のうち5例では、死者の家族によると、近くのポンプよりも水が好きだったので、いつもブロードストリートのポンプに送った、と私に話してくれた。 他の3つの事例では死者はブロードストリートのポンプの近くの学校に行った子供らであったポンプに属する地域で発生した死者に関して私は死者がブロードストリートからポンプ水を絶えずまたは時々のどちらかで飲む習慣であったことを知らされていた61件があった調査の結果は蒸気のポンプの水を飲む習慣がある人々を除いてロンドンのこの地域では これといったこれらの大発生、または流行はない、というものであった。私は、9月7日木曜日の晩に、セントジェームズ教区の保護者会と面談し、上記の状況を説明した。その結果、翌日、ポンプのハンドルが取り外された。この公共井戸は、糞便性細菌を漏らし始めていた、古い汚水溜めの近く掘られていたサンフィー,ートことが、後に判明した。 他の供給源によって、これらに罹患していた赤ちゃんが使用したおむつの洗濯排水が、この汚な水溜めに流れ込んだ。その開口部は、火災と通路の拡幅の後に、さらに遠くに再建された近くの家の下にあった。当時は、ほとんどの家の下に、お水溜めがあった。ほとんどの家庭は、お水が土壌に分解しうるよりも早くに、お水溜めを満たすのを防ぐために、 未処理のお水を集め、テムズ川に登記しようと努めていた。同じ頃、これら感染の調査がデッドフォードで行われていた。その町は水が綺麗であることが知られており、以前はこれらが大発生はなかったが、数日間で約90名が死亡した。スノーは最近になって水が不順になったことを知らされた。住民たちは水を使用する際、 きれいな水が出るまで不純な水を流すためにしばらく水を流しておくことを余儀なくされていた。スノーは住民が使用している水が通常のポンプから水と変わらないことを発見し、これらの大発生は周囲の汚水とその汚染物質がパイプの漏れにより給水に混入したことにより引き起こされたに違いないと断定した。このシナリオは ブロードストリートの大発生のシナリオと似ていた。流入水は適切で安全な配管の欠如と相まって上昇しつつある。下水面によって汚染されつつあった。これらの流行が収まった後、政府交換がブロードストリートのポンプハンドルを交換した。彼らは住民に起こったこれらの大発生という緊急事態にだけは対応していた。しかし、その後は、 スノーの理論を拒絶した。彼の理論を受け入れることは、間接的にではあっても、病気の感染源である他人の糞便を自分の口から飲み下していたことを知ることであり、そのことは大部分の大衆にとって考えるのもおぞましいことであったからである。これらとこれらの発生に関するスノーの分析は、ブロードストリートのポンプの閉鎖を超えて広がった。彼は、これらは、 人体内の消化管を通って伝染し、それに影響を及ぼした、と結論した。これらは循環器系にも神経系にも影響を及ぼさず、血中の毒、連続した熱の中で、血液が循環中に入ることから毒になるということはないだろう。また、スノーによると、この尿素が人不全によって地に入るのだろうとのことであった。なお、急性人不全は、 これらの合併症の一つであることが現在では知られている。したがって発熱は人不全によって引き起こされたのであって、被験者の血流中にすでに存在している中毒によって引き起こされたのではなかった。射血のような行為はこのような場合効果的ではあるはずがない。スノーはまたこれらは長期の所産ではないと主張した。 これらの拡大を説明するものは空気中に何もない。スノーによるとこれらは大気によって感染拡大するのではなく物質を経口摂取することによって拡散されるのだという。スノーは二人の船員、一人はこれらあり、もう一人はこれらなしの事例を印象した。結局は二人目の患者も一人目の患者の体液を偶発的に摂取したために病気になった。 ヘンリー・ホワイト・ヘッド氏ヘンリー・ホワイト・ヘッド氏は1854年のコレラ大発生の間に双方地区のセール化協会のアシスタントキュレートであった。ホワイト・ヘッドは小季節を信じていたが、これらが人の廃棄物で汚染された水の消費によって広がるというスノーの考えに影響された。スノーの作業、特に双方地区のコレラ犠牲者の地図はホワイト・ヘッドに ブロードストリートのポンプが地域伝染の源であると確信させた。ホワイトヘッドは汚染を血管のあるお水ダメと大発生の死針症例まで追うことでスノーに合流した。スノーとのホワイトヘッドの作業は人工統計の研究を科学的観察と組み合わせるという疫学の研究における重要な洗礼を作った。ロンドンの大気環境を研究するために ロンドンの保健委員会に科学調査委員会が置かれた。委員会は、ロンドンのいくつかの水道会社からの水の資料を調べ、最も汚染された給水が、サウスロンドンの複数の水会社、サウスウォークとボクソールから来ることを突き止めた。科学調査委員会に所属していた、リチャード・ダンダス・トムソンとアーサー・ヒル・ハッサールは、トムソンが、ビブリオンと呼んでいるものを調べた。トムソンは、 様々なこれら病棟の空気の標本中のビブリオンの発生を調べたし、ハッサールは水の標本中のビブリオンを観察した。どちらもこれらの原因としてビブリオンを特定しなかった。これら大流行の調査の一部として保健委員会はゴールデンスクウェア周辺とその住民の状態を詳細に調べるために内海たちを送った。ただ保険委員会は最終的には 1854年の大流行を正期に返した。エドウィン・ランカスター博士は、1854年のブロード・ストリートのコレラ流行を研究した地元の研究コングロマリットの医師であった。1866年、ランカスターは、コレラ発生の原因は、ポンプ自体にあるというスノーの結論について書いている。ランカスターは、当時、スノーに同意していたが、彼の意見は、 スノー同様、公には指示されていなかった。ランカスターは、その後、スノーの理論と感染パターンに関するデータをもとに、ポンプを閉鎖し、感染率は大幅に低下した。ランカスターは、最終的にポンプがあった、ロンドンのセント・ジェームズ地区の初代衛生官に任命された。1992年、レプリカのポンプが1854年の現場に設置された。 毎年、ジョン・スノー協会が公衆衛生をテーマにしたポンプハンドル講義を開催している。再開発のためにポンプが取り外された2015年8月までは、ここで式典を開き、そこでスノーの歴史的発見に敬意を払うためにポンプのハンドルを取り外し、再び取り付けた。歴史的なポンプの元の場所には、赤色加工岩の舗装材料によって、 目印が付けられている。さらに、角にあるジョン・スノーのパブの標識には、この現場でのスノーの調査結果の重要性が説明されている。ペキュリアは、変な、一風変わったという意味の英語だが、さらに、気の狂ったという意味で用いられることもある。つまり、遠回しに、マット、つまり、気が狂っている、正気ではないと言っているのである。ありがとうございます。